なんて山なの？なんて山だったっけな、忘れちゃった。あんまり、まあ、近いなら行ってみようよ。行ってみてダメだ、ダメだったらダメでいいでしょ。まあ、この時間。忘れちゃったもん、私。でも、本当にね、この反応に行く道も。そう。こっちの方。あんな遠くのが見えてんだ、すごいね。H ってあのマークが赤ちゃん本舗って分かってるってことなんだ。なんだってさ、え、何のだ、そういう企業っていうのはさ、そういうためにそういう特徴的なさ、そういう頑張ってさやるわけよ、デニーズだってそうだよ。赤ちゃん本舗は、いやいや、デニーズ赤ちゃん本舗無縁。フライングガーデンなんて見えてるよし。フライングガーデンはまあなんとなくさ分かるんだ、うん、無縁だから世の中の動向を見てるだけだよ、こちらは。赤ちゃん本舗はあんな ロゴ分かんのかよはい、赤ちゃん本舗、なるほどね。あそこに書くのあるんじゃない、順番待ちくじ、もういいよ。なんて山なの？なんて山だったっけな、忘れちゃった。あんまり、まあ、近いなら行ってみようよ。行ってみてダメだ、ダメだったらダメでいいでしょ。まあこの時間。忘れちゃったもん、あ、どう？いっぱい行ってる？ああそこだよ。ここにピークみたいな丸があるもん。じゃあじゃあそれそれ。ちっちゃいの。少なくとも何かはある。でしょ？もっとなんかね、いろいろね、お人形さんみたいなね、華やかだった。じゃあ来たよそこには。どうすればいいの？神宮山168m。天敵に。うん、ここ多分右だと思うよ。タロボあるから、うん、だだってやるのタロボは。あ、書いてあった。あ、本当だ、タロボ。日和田山見えんだから巾着田見えんじゃない。あの真ん中の雰囲気が巾着田っぽいね。なんでさ、お便りモードにしたか分かる？押したかどうかが分からないから。なんで？なんで？答えはあったのに理由を知りたい。理由はだから押したってこと確認できるから。音で？音で。なんで急にそんな設定にするの？自分が猛録してきたから。でも俺の中での理由は違うよ。自分を信じたいから。え？自分は信じたいけどさ。なんてどういう何を聞いてんのか。メットの頭の上にあると見えないから、音で消えたかついたかを判断する。そんなの知らないよ私。豚山なんか蝶々が私のとこいる。あ、なんかおる。すいません、取れてこれどんな画角どうなの。
なになに、え、なになに、じゃあ帰りましょう。さっき行きは左から来たんで、それは、あ、この辺もそうなのか。うん、なんかその絵に似てる。まあ、出たばっかみたいな。うん、なんだっけ、カエンタケ。カエンタケ。水道山。170m。何？抜け殻。何の抜け殻これ？セミ。セミってこんなちっちゃいの？うん、ちょっと小型なセミじゃない？すっごいちっちゃいよね。かわいい。ね。いやすごいね、粘着力。すごい。かわいい。うん。抜け殻。くっつかないでしょ。くっついた、すごいね。へえ。上下水、上下水、え？反応し上水道排水場。え？ティッシュ買いました。やっぱ綺麗だね、タイヤ。うん、小腹すいたんで。コンピューターおばあちゃん、コンピューターおばあちゃん、知ってることだ。知らない、クルクルル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 ル。さっきパン屋で流れてたの懐かしいなと。知らないんだ。パタパタモモの知ってる。そう、まあまあ、それと同レベル。同レベル、同レベルというか、その本当に季節が。そう、パタパタママめちゃ有名なんだって。コンピューターおばあちゃんも有名なんだけど。え、パタパタママレベルなの？そうだよ。コンピューターおばあちゃん、ちょっと歌ってみてよ。コンピューターおばあちゃん、コンピューターおばあちゃん、コンピューターおばあちゃん。下手すぎて分かんない。どういう内容なの？何コンピューターおばあちゃんって。なんかね、何でもできちゃうおばあちゃんだと思うよ。そういうハイテクおばあちゃんってことでしょ。そうそうそう、おばあちゃんはコンピューターになったわけじゃないんだよ。ロボコップみたいなことじゃないんだよ。ないで、うん、そういうことじゃないよ。